こういうもんです。どういうもんや。よろしくお願いします。ねえ、なんか勢いに任せてこういうもん作っちゃいましたけども、よう考えたらね、これ何に使おうかという使い道をまだ考えてなくてね、まあだから次回までに考えていきます。今回はね、まあアメリカの警官の、抗議、まあ、あの態度に抗議して、ボイコットします。俺関係ないから、あの人も別にね、テニスやってたらええのにね、もう何をボイコットしてんの、関係ないかなと思いますけどね、まあ大変からですけども、まあ写真撮っていただいていいんですけども、あのフェイスブックにね、アップすると、ね、タグ付けだけ気をつけてください。お前はそんなって言いますからね、これ勝手にタグ付けされるんですよ、びっくりしましたよ。これ写真撮ったんですよ、これアップしてフェイスブックにアップしたら、勝手にこれは太平画廊さんですか、アホなんかかしこいかよく分かりませんけどね、まあフェイスブックね、あれ顔をね認識するっていうな、さすがフェイスブックやな思いますけどね、あれねフェイスブックね、この間嘘ばっかりついてたのもう、ね、適当に考えた嘘を載せたらね、っていうのも成功者は、成功する人は絶対に写真撮るときにピースをしない。なぜならば、これでもう指紋認証とかインチキで、ログインされるからだみたいなことをね、適当に考えて書いてみたんですけどね、あれコメントいただいてね、あれほんまやでって言われたら調べたらほんまらしいですね。びっくりしますよ。これ3メートル以内で写真撮るでしょ。で、これをそのスキャナーで取り込んで、で、3D プリンターで、スタンプでその指紋型をあれ使っていけるらしいですね。あ、いけるんや。もうだから写真撮るこれして なんでこれすんねん話ですよね。もう散歩じゃおかしいですからね。これ指紋取られるようなこうしたらいいんですかね。いやこれあかんらしいですよ。これね外国ではハック言うの意味らしいですよ。だからこれ、だから写真撮るこうしてるこんなの、ね、何の写真やんねえ、写真撮る時もねよく考えたらあかんですけどね、フェイスブックまずもう本当に嘘から出た誠っていうやつですからね。でもあの昔の人はよう言うたもんですね、あれ嘘から出た誠とかね、嘘も方便とか言いますけどもね、クソは大便とか言いますけどね、ね、嘘も方便とか言いますけどもね、ね、嘘をつかなあかんということは多分、まあ、たくさんありますけどもね、何でしょう、もっとその何でしょう、犬も歩けば棒に当たるなんてことがあるんですね。あれもみんな知ってるけど、なんかあんまり使わないですよね、使う局面がないですよね。犬も歩けば棒に当たる、あれはだから犬が調子乗って歩いとったら、もう犬も歩いとったら棒に当たって痛いよと、もうなんかその思いがけないことがあるよみたいなね、そういう意味のことわざらしいですけど、なんかよくわかんないですよね。それ犬も歩けば棒に当たるやなとか言うたことない。みんな知ってるんですけどね、あともっとひどいのが爪の赤を煎じて飲みたいですが、発想は言ってますよ、爪の赤を、ね、爪の赤ですよ、もうそこでももう異常性が感じられるんですが、煎ずるわけですよ。爪の皮を、まあ、薬とかお茶みたいに、まあ、煎ずる言うたら湯で沸かして熱をして飲むわけですよ。誰が考えてそんなもんっていう話で、まあね、爪の皮煎じて飲みたい人リスト、まあちょっと頭の中で思い浮かべるとやっぱり全盛期のガッキーですね。いいんですよ、いいんですよ、ドラゴン桜あたりから目つけてましたからね、長澤まさみより、ああこれ洗う時よいって可愛いなと思ってましたけどね、あと復活襟とかもね、踊る大捜査線の前ぐらい の最高の片思いぐらいの復活襟を煎じてみたいですね。あと誰ですかね、まあ、長澤まさみもそうですしね、あと石田ゆり子とかもいいですね。もう50歳、今年51ですかね、今年の15歳ね、見えないですよね、もうぜひ飲んでみたいですよね。意味変わったじゃないですか。まあ嘘をついてはいけないっていうのもありますけど、嘘をついてはいけないという時点で嘘ですよね。その嘘をついてはいけないって、嘘をつかないと人間暮らしていけない、特に日本では。だからそのスナックとか行くでしょ、ママとか出てきてね、枠を見えるでしょ。嘘つかない。何を嘘をつかない。だからその年とか聞かれるわけです。いくつに見えるとか聞かれたら、50やったとしましょう。50もう大体おてる。大体50やなって分かるんですけど、まあ、マイナス10ぐらいで言うんで。かといって40って言うたら、なんかお前適当に考えたろみたいな感じだったら。41ですかねみたいなこと言ったら喜びはるんです。これが最適解なんです。これ以外の言葉はもうない。ね、嘘なんてね、もうつかなければ日本なんて村八分にされるんですから。
だから世界各国でいろいろアンケートあるアンケートを取ったんですよ。その何ですか、あなたはよく嘘をつきますかっていうアンケートがあって、日本だけダントツでアジア圏で1位だったらしいです。でも評価がおかしいですよね。そのアンケートの聞き方おかしいですよね。そのあなたはよく嘘をつきますかって言って、正直にはいって言ってる日本人が嘘つきというのはね、でもよその国が僕は生まれたから嘘をついたことないよ、嘘やありますよね。でまたこれが抜け穴がありましてね、嘘はついてないっていうパターンがあるんですよ、ね、僕の知り合いのおっさんなんですけどもね、大阪駅でちょっと田舎から出てきたやろなみたいな人に、ちょっとなまってる人にね、梅田駅はどう行ったらいいんですかみたいなこと聞かれて、で大阪から梅田までね、でもまあ名前一緒なんですけどね名前一緒やのに、もう田舎はもうなんか梅田駅まで行かなあかんみたいなことを言ってるだけから、そのおっさんがちょっと行けずしてね、大阪駅から環状線、JR の環状線乗って天王寺まで行って天王寺から地下鉄の御堂筋線で一本で梅田まで行けるありがとうございます、拙者なことしてるから嘘はついてない、いやいやいや、めかせるねえ、本当にもう嘘はついてないと、もう僕もまあよう使いますけどね、行けたら行くですね、もう9割行かないですからねでも嘘じゃないですからね、もうもし万が一暇でどうしようもなくて、もうああもうなんかそういうことないな、あそういえば行ったらちょっとあれかなっていう感じで、まあ行く可能性がわずかにありますよね、でも嘘はついてないありがたいですね、大変だろう、なんでそんなこと言うんでしょうね、やっぱりね、面の皮が熱いんでしょう、もう太平洋言い換えないやつですよ、ほんまにね、まあでもよく考えたらね、こいつが太平洋やったらね、喋ってる僕は一体誰なんだろう、なんか落語みたいな終わり方がはい、練習を響き渡るといい。